い、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は通信制高校に通う JK の放課後のお買い物を撮影してみました。よかったらぜひ最後までご視聴ください。まずは本田さんとキング&プリンスの広告を大通りに見に行きます。なんか東京とかにしかないのかなって最初思ってたんですけど、 Twitter で北海道にもあるっていうのを知って学校帰りに行ってきました。この広告が貼り出されてる期間とかがあるみたいで、もう終わっちゃってると思うんですけれども、私が行った時はね、あともうちょっと3日前とかでギリギリ無事行けました。ここ人通りが多いので、もうすぐに写真だけ撮ってアインズ&トルペでお買い物しました。学校帰りなんですけど、この日は制服じゃなくて私服で行ってきました。続いてクリスピークリームドーナツに向かいます。私スイーツとか甘いものが大好きで、インスタとかにも結構載せているので、よかったら皆さんぜひインスタも見に来てくださったら嬉しいです。無事欲しかった3種類のドーナツを購入することができました。次発売されるクリスマスのものもとっても可愛いので買う予定です。その次にナルエさんのパジャマを購入しました。新作が出ていたので買っちゃいました。続いてフランフランでお買い物します。購入したものは全部この動画の後半にご紹介させていただきます。フランフランのクリスマスの商品とっても可愛いので、皆さんもねぜひ見に行ってみてください。フランフランで買ったものも後でご紹介します。ではお家に帰ります。はい、お家に帰ってきたので購入品をご紹介していきたいと思います。まずフランフランで買ったものなんですけど、お箸を購入しました。お箸は前に購入したものも、これ全く同じもの購入したんですけど、また購入しましたね。こちらは1400円。こちらと前から欲しかったこちらのマドラーを購入しました。これはコップに引っ掛けておくだけでとっても可愛いハートのマドラーです。こちらは700円ですね。それと一緒にマグカップを購入したんですが、こちらです。これお皿は持ってて、これと同じシリーズなんですけど、そのコップを購入しました。こうやって引っ掛けたら可愛いです。フランフランで買ったものは以上です。はい、こちらクリスピークリームドーナツです。今はちょっとね、夜ご飯食べた後でお腹いっぱいなので、後でか明日食べたいと思います。ちなみにこちらの今回購入したドーナツは、投票で人気だった上位5位までが復活みたいな感じで出たみたいなんですけど、全部食べたことがなくって、紅茶味のとか大好きなんで、これもね買おうかなと思ったんですけど、今本当に極力甘いものを控えていて、今皆さんどこがだよって思いましたよね。今回このオレオとロータスとこのハートのやつをね買いました。本当全部とっても可愛くて、見た目がねこれちょっとなんか可愛らしいかなって思った3つを購入したんですけれども、本当にね全部人気な5種類となっております。続いて私の大好きななるえさんのパジャマを購入したのでご紹介していきます。とっても可愛い新作を購入しました。こちらです。なるえさんのヘアバンドは何個か持ってるんですけど、こちら今回リボンがたくさんついてて可愛いなと思ったので買いました。これパジャマと同じデザインなんですけど、ハートのデザインでリボンがついています。でここにもリボンがついていて、袖がこんな感じになっています。フリルが可愛いですね。ズボンはお腹の部分がサテンのリボンになっていて、ズボンの下の部分はこんな感じです。またこれはナイトルーティーンとかで着るかなと思うんですけど、素材がすごく好きで、なるえさんのパジャマは何着も持ってるんですけど、久しぶりにねちょっとパジャマを新しいのを購入しました。はい、広げてみるとこんな感じです。ヘアバンドとセットだとより可愛いですよね。気になる方はぜひお揃いにしませんか？
あとはこっちがアインズ&トルペで、こっちが薬局で購入したんですけど、まずこちらはずっと前から探していたこのケープなんですけど、前髪を崩さないっていうやつで、ちょっとずつスプレーでキープしたい部分に狙ってつくっていう。私ケープはね使ったことあるんですけど、この商品はちょっと買ったことがなくて気になっていたので買ってみました。これはちょっとまたよかったらレビューしたいと思います。でこれは猪狩しのぶさんプロデュースのフーミーの UV カットジェルって日焼け止めですね。こちらは顔にも全身にも使えるもので、成分とかがエタノール不使用だったりとか、敏感肌でも使えるかなと思ったので買ってみました。フーミー初めて買ったんですけど、パッケージも可愛い日焼け止めで、ちょっと開けてみますね。はい、日焼け止めはこちらです。こういうポンプ式になっている日焼け止めになります。持ち運びとかじゃなくてお家に置いとくようにちょっと買ってみました。ちょっとこれもね楽しみなので使いたいと思います。冬は SPF が肌のことも考えてね、低めなタイプのものを買ってみました。これとこれはねまた何かしらでレビューしたいと思います。はい、今日はラッシュさんからいただいた入浴剤を入れたいと思います。こちらはセクシーダイナマイトっていう名前の入浴剤なんですけれども、TikTok にはもう動画出しているので、今回は YouTube 用にねこれちょっと溶かしたいと思います。いきます。バラ入ってますね。いきます。シュワー、私の大好きなピンクの入浴剤です。こんな感じ。このお花がねほら、わかりますか、これ。うわー、色がすごい。でもうこれは溶けるので、浮かせといて大丈夫です。シュワシュワ、すごい可愛いので、女の子へのプレゼントとかねおすすめです。これは定番商品で、割といつでも買える入浴剤なので、見た目も可愛いしね、ぜひお友達への贈り物とかにもおすすめです。可愛い、強すぎない香りなのでリラックスできるかなと思います。ピンクの色もね全然濃くないので、お掃除とかも大変じゃないです。全然。今日の動画はここまでなんですが、またねナイトルーティーンもね撮ってほしいというリクエストをいただいているので、ナイトルーティーンはまた今度やろうと思います。見てみたらあんまりピンクさが伝わらないんですけど、浴槽がねちょっとグレーなので、動画で見るよりもうちょっとピンクっぽい感じの色です。